東芝東芝製のスマートフォン T-01A ストライプモードを外したトゥデイ画面ドコモプロシリーズ T-01A は東芝によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末であるドコモプロシリーズの端末東芝製世界モデル Windows モバイル端末 TG01 の日本モデルとなる東芝のノートパソコンダイナブックの兄弟版として 大魔ポケットと同社の副社長に名付けられたインターネットエクスプローラー6をベースにしたインターネットエクスプローラーモバイルも実装しインターネットの閲覧性の向上を図っているアドビフラッシュライト3.1も組み込まれているため YouTube などの動画サイトもそのままブラウザで再生できる加速度センサーを搭載しており電話機本体を横にすると 自動的に画面も横になる。その他のブラウザとして、ネットフロントブラウザー V3.5 も搭載されている。キノマプレイ当たり機の大きな特徴として、総合メディアブラウザ、キノマプレイ 4NTT ドコモを搭載している。RSS リーダーや、ポッドキャスト、YouTube、ニコニコ動画多数の内外の動画や音楽、配信サイト、ネットラジオ、ネットテレビ、 そしてピカッサをはじめとする静止画閲覧、配信サイトに簡単にアクセスし、ストリーミングで視聴したり、ファイルをダウンロードをすることができる。対応メディアファイルは、MPEG-4 ビデオ SP、ABC、H264、H263、Windows メディアビデオ9といった動画ファイルや、MP3、AAC、o c p r e s V2、Windows メディアオーディオ9、f l a c アンコンプレストなどの音楽ファイルにも対応している。ポップメール、アイマップメールが利用可能である。また、ホットメールや Windows Live メール、モペラウメールがプッシュ型電子メールとして利用可能となる。g メールもアクティビシンクで設定することでプッシュメールが可能となる。それ以外のメールはポーリング式となる。メーラーはポケットアウトルックを使用する。 メッセンジャーには、Windows Live Photo、メッセンジャーが搭載され、リアルタイムのチャットが利用可能である。SP モードへの対応2010年9月1日から、開始された SP モードを契約することで、i m o d e ールと同じアットドコモ .ne.jp のメールアドレスに対応する。また、絵文字、デコメ絵文字も、利用可能となる。ただし、t 0 h a で、 sp モードメールを行うためには OS を6.5に上げる必要がある。その他の手段として i モードメールは Web メールで i モードメールを行うための i モード n e t モバイルモードのメニューが用意されているほか、絵文字やプッシュ型電子メールに対応した i モード n e t アプリが2009年10月1日より公開されている。 t-01aimode.net アプリ2009年12月17日より t-01a の OS が Windows Mobile 6.5へのアップグレードファイルの提供が開始された。Windows Mobile 6.5により以下の機能が拡張される。なお6.5へアップグレード後に6.1に戻すことはできないため注意が必要である。 ソフトウェアは内蔵のアプリのほか、様々なサイトで公開されている。ダウンロードサイトにアクセスし、インストールすることも可能だが、PC でアプリをダウンロードし、Microsoft ティ t シンク等を使い、USB 経由で同期へインストールすることも可能である。なお前述の通り、Windows モバイル6.5にアップグレードされた端末には、 Windows Windows マーケットプレイス o モバイルがプリインストールされており、Windows Windows マーケットプレイス o モバイルを使ってアプリケーションを容易にダウンロードできるようになった。w Windows モバイル6.1でもマイクロソフトのサイトからダウンロードをすることが可能である。2009年5月28日、東芝は東芝モバイルプラザと呼ばれる専用サイトを設け、 本気用のアプリを当面無料で提供している。バックアップツール、ビジネスアプリ、エンターテイメントアプリなどをダウンロードして利用することが可能となる。Windows モバイルのアプリを検索、ダウンロードするためのアプリケーションであるアプリオが利用可能となる。Windows CE、Windows モバイルのアプリケーションポータルサイトである Windows ファンのソフトウェアライブラリーを利用し、 簡単にアプリケーションをダウンロードできるようになる。以下の商品が同梱されている。イメージキャラクターには中田秀俊氏が起用され、CM にも出演する。ありがとうございます。